学研メカモクラブメカニマルとはメカニックとアニマルの合成語で動物の骨格、関節、筋肉を機械的な装置で模して作り、その運動機能や行動原理を理論的に再現しようとする試みによって生まれた機械装置、またはそれらを製品化したおもちゃである。メカニマルはロボット工学上において生物の動作を研究することで最も効率の良い。 動作を目指したものである。この研究分野は1968年に自動車工学技術者の富谷隆一と東京工業大学の森正弘によって始まりメカトロニクスの能率的な動作の研究分野から派生した。目指したのは可能な限り少ない動力でできるだけ簡単な構造により最大限の効率を得るというものでこれらの基本原理は 今日の産業用ロボットにも応用されている。ただ当初は純粋に機械工学的な効率を追求していった結果、たまたま動物のような動作に行き着いてしまったとのことで、本来は動物の運動機能を機械で真似しようとしたわけではない。図らずしも現存する動物の運動機能が力学や工学の上でいかに優れているかを実証してしまったと言える。 これらは基本的にはアクチュエータとフレームしか持たず動作を制御するモーションセンサーやコンピュータを持たないが光や音といった単純な刺激に反応する種類のものも制作された当初は機械工学的な興味から始まった研究分野ではあるが NHK のテレビ放送で紹介されると玩具メーカーから商品化の要望が殺到富谷龍一と森正宏は 工学的な教材として扱ってほしいという要望から当時森正弘の関係していた学習研究者に持ち込まれた。そしてメカニマルは1972年にメカモシリーズとして発売された。発売後しばらくは気候の面白さ、造形の美しさから大きな人気を得ていたもののオイルショックで受けた打撃、と金に対する環境を規制。 子供には厳しい組み立て難度、テレビゲーム類の人気増大等の問題が重なり、1980年代、初めに販売終了となる。市販の途絶えた以降は、東海大学海洋科学博物館に1978年に、機械水族館、メクアリウムと名打ち解説された、水生生物を中心に活動、展示されているものが、一般に見られるものとしては知られていた。 沖縄海洋博以来の三つ目群れ作りをはじめ、同博物館が制作したものを含む生物数十種が見られる。販売終了以降は製造費や都近の環境規制の問題から、同社は長らく復刻を希望する声に応えられなかったが、2004年には大人の科学の一カテゴリーとしてメカモシリーズの再発売が行われている。同シリーズは往年のブームほど、 熱狂的ではないにせよ、インテリアとして、あるいは当時欲しかったが買えなかった層などが購入している模様である。玩具業界へ与えた影響は大きく、メカモの販売終了後は、トミーのゾイド、バンダイのレボルト等、メカモの流れを組んだ類似玩具が発売された。ありがとうございます。